降りしきる雨の中咲き誇るピンクの花。三原村の星ヶ丘公園では睡蓮の花が咲き始めています。県内は昨夜から大気の状態が不安定になっていて、今日夕方から夜遅くにかけては非常に激しい雨となる恐れがあります。発達した雨雲が停滞した場合は警報級の大雨となる可能性があります。今日予想される1時間雨量はいずれも多いところで、東部で50ミリ、中部、西部で40ミリ。明日午前6時までの24時間雨量は多いところで東部で200ミリ、中部、西部で150ミリの予想です。土砂災害などに注意が必要です。